この日本解説はですね、2020年から30年、私たちの子どもたちがこの日本で幸福な人生を送ってほしいなという強い願いがあるわけですね。私ですと子どもと孫ってことになるんですけどね、とにかく楽しい人生を送ってほしい、そのためにもう一働きしたいなと思ってるわけですね。まず第一回ちょっと思いついたので、これはあんまり系統的に政治からとか言わずにアットランダムにやっていきたいと思うんですが、新アメリカと書きました。アメリカっていう国はですね、このブログでも再整理はしてるんですけども、ちょっと日本人とは違うんですね。これアングロサクソンですからね、民族が。アングロサクソンという民族はですね、やってることと言ってることが全然違うんですね。言動不一致なんですよ。やることがあんまりひどいんで、それではやっぱり人間として耐えられないんでしょうね。ですから言ってることは非常に理想的ないいことを言ってて、リバティ、フリーダムとかですね、正義とかですね、そういう感じ、民主とかですね、そういうふうに来るんですが、結果はやってることは全然違うわけですね。それの典型的なやつをですね、この前、ネットの放送で伊藤寛先生がですね言っておられましたけども、オバマ大統領がやったこと、もうこれはもう本当にひどいことの連続なんですが、その一つとして、日本の広島の式典に、原爆の式典に出る前にアメリカでですね、核予算、水爆とか原爆とかその兵器とか、そういった核予算をですね、核兵器の予算を最大にしてですね、その後日本に来て広島に行って、それで核のない社会を作ろうと演説するわけですよ。私日本人だからできないんですね。全く違うことを両面やることができるんですね。そういう人なんですよ。これは、彼は黒人ですが、やっぱりアングロサクソンの社会におりますからそうなるんですね。黒人の人って本当に心が優しくて、いい人が多いんですけども、やっぱり社会が社会になると変わってくるんでしょうね。ところがこのことに対して日本人はですね、伊藤先生の話によると NHK 朝日毎日は当然のことながら、読売や産経までもがですね、オバマさんが広島に来てくれて原爆のない社会を作ろうと呼びかけたと、私たちもそれに頑張ろうと、そういう報道をしたっていうんですね。誰もが前の日にオバマ大統領がアメリカで最大の核兵器予算を認めて帰ってきたと、来たということは触れないわけですね。このことをよく分かってなきゃいけないわけです。それはもうアメリカの今までの歴史、それから言ったことでやったことを見ればわかるわけですね。オバマ大統領にしても、中東の、イランとか、リビアとかエジプトとか、もう散々、伊藤先生の話だと100万人以上の人を実質殺すようなことやってきて、そして平和を唱える。ですから例えば日本ですとね、自衛隊を骨抜きにして、できるだけ日本の力が弱いままにして、国を守れないような日本国にして、アメリカですよ。そしてアメリカ軍があたかも手伝うようなふりをして、いざとなったら全部逃げる、アメリカ兵はですね。で日本が滅びると、そういう計画を持ってるわけですよ、もともと。だけど多分人のいい日本人、ちょっと思考的に幼児的なところのある日本人はですね、それを認めることができないと思うんですね。この前の国連のグレタさんの少女の演説にですね、少女が涙を流して訴えることに我々大人は耳を傾けなきゃいけないなんていう、本当に幼児化ですよね。完全などれほどの金が大きい、どれほどの陰謀があるか、そんな例は歴史にですね、少年少女を使ってお涙を頂戴しながら悪事をやるっていうことはいくらでもあるのに、そういうことを知ってる人たちもいるんですけど、ダメなんですね。アメリカ
という国は、理想的な目標を掲げ最低の行動をすると、そういうまあ人たちなわけです。もちろんアメリカンインディアンを嘘の突き通しで、まあ、600万人は殺したというふうに言われてるわけですね。これも騙しなんですよね。どういう騙し方をアメリカ人がするかっていうと、殺そうと思う前の日に、ウイスキーを持ってインディアンの部落に行くんですよ。それで、焼酎ウイスキーを飲んで、みんなで、まあ、これから楽しく共存共一緒にやりましょうや、我々も新しく来たんで、あなた方の助けが必要だからってインディアンを盛んにいい気にさせて、その時にちょこっと紙に書かせることもあるんですね。契約書みたいなのを持ってきて、英語の難しいちょっと分かんないような、それよーく読むと、なんかもうインディアンを自由にしても文句言いませんよというような内容を含んでる。それにこうサインさせて、わーっとこれで俺たち友達だとか言って、俺たちアメリカ人はこういう契約書がないと我々動けないんでね、なんつって契約させて、まあ、ちょうど郵便の保険みたいなもんですね。保険、おばあちゃん騙すような。それで翌日に酔っ払ってるところにわーっと攻め込んでいって皆殺しにする、こういうのがまあ典型的な手口なわけですね。これが典型的な手口であるということを、やっぱり我々はですね、この善良な日本人はやっぱり分かんなきゃいけないです。ところが日本にいる親日派の人たちですね、親米派、親日じゃない、親米派、親アメリカ派の人たちは、のインテリ族、例えば、マスコミに出てる人とか新聞の首脳陣、政治家、みんな知ってるんですよ。殺されるのが怖いからっていうふうに言う人もいるんですけどね、日本人一人も殺されてないですよ、まだ。アメリカに秘密裏に殺されてる人はいません。ですからアメリカもそこまではしないと思うんですね。だからそれじゃあその人たちがなんで親米なのかと、そこが難しいんですよ。日本にはね、アメリカに対して親米である人たちっていうのは、アメリカの悪い手口を知っていながら何か憧れか何かを持ってて、日本を裏切っている人たち、だから反日右翼ですね。それからもう一つは反米、アメリカ帝国主義反対といって、アメリカ軍を日本からいなくし、自衛隊も日本からいなくして、それで日本が空になったところに中国共産党の軍隊を導入するという、まあ、共産党を中心とした人たち、反米左翼、この2つがいるんですよ。反日左翼、反日右翼と反日左翼がいるんですよ。これが親米であり、反米なんですね。ですから本当に日本のことを考えてアメリカと付き合うという知識人とか政治家、あんまり見たことないんです。つまり同盟は大切ですよ。アメリカとの同盟は大切です、今の時点で。というのはどうしてかというと、中国が相当反日ですからね。中国の軍事力に残念ながら日本は今対抗できません。北朝鮮がちょっとなんか原爆持ったぐらいで怯えてるぐらいですから。それからロシアもやや反日的なんですね。ということで日本はどうしてもアメリカと今は同盟を結ばなきゃいけません。つまり同盟は大切だと思いますね、私は。アメリカとの同盟は大切だ。だけどもだからといってアメリカを信用しちゃいけない。やっぱりアメリカはいざという時は逃げる。その逃げるのは悪いことかっていうと、また相手をよく言わなきゃいけない日本の文化があるんで何ともないんですけども、まあアメリカもアメリカの論理があるっていうのが精一杯ですかね。アメリカは逃げる、だから日本は自分で守んなきゃね。つまり同盟は大切だけども、日本を守る作戦は立てとかないと、準備はしとかないと、私たちの子供たちはひどいことになるっていうのは、これをまた相当な角度で、行う、まあ、先ほどの、先生の話を、伊藤先生の話を、言えばですね、日本が非常に危ない、場面に立っているが、日本の政治家は何も動かないと。だからこれは私はアメリカとの同盟を深め、日本の自衛力を高めるという方向が最も重要な方向である。それこそ私たちが
子供たちに残せるプレゼントじゃないかというふうに思います。